社長痩せた。いや俺そもそもやけど、去年の年末ぐらいから一日一食にしとんだよね。まあ、朝ごはんはバナナとナッツ。うん。みんなね、気づいてないかもしれんけどね、どちらかというと普通の人がちょっと太りすぎと思うよ。うん。俺の会見上、うん。健康な人って細いよ。うん。まあいいや、その話は社長一人残ってるのはそうなんですよ。モデルじゃん、モデルじゃないよ、こんな。そう。うなへすは間に合う。うなへすってあれよね。4月30日、丸の誕生日の日に行われる、あの、静岡浜松とかで行われるフェスがある、出る予定なんですよね。まあ、さすがに、どんなに遅くのパスポート発行かかるの、5日から7日って聞いてたけ、大丈夫と思います。うなフェスには間に合います。ネックレス見して。狐のネックレスでーす。はーい。他。社長のもじゃもじゃは寝癖ですか？寝癖やけど、今日はもうこの帽子かぶっとうけん、もう寝癖取れたよ。ね。あ、すごい髪の毛なんだ。あ、髪の毛、あ、すごいお金暮らしてくれてありがとう。すごくないこの横にすごいの。すっごい髪型なんだから。スタイリスト雇わないの？別に雇わんねえやろ、こんな髪の毛適当なのに。タイに家はあるんですか？ないでーす。はい。社長、彼女作らないの？彼女は作らんでいいかな。うん。お嫁さんはね、ちょっと何人か欲しいけど。うん。その、彼女は別に、うん。なんか彼女じゃない人と彼女の違いってなんかないやん、その、特に。結婚やったらさ、名字が変わるとか、籍が入るとか、法律的にこう変わるけどさ、あ、彼女って別に、思うよね。俺、特に海外行ったけん、特になおさらそういうのが思って、付き合うっていうのは二人の認識でしかなくて、別に外人って彼女のことをさ、ガールフレンドって言うやん。ボーイフレンドって言うやん。そう、ボーイフレンドなわけよ。ガールフレンドなわけよ。ガールのフレンドなわけよ。男友達、男友達みたいな感じ。だけん、別にその友達、うん。まあ、そう、まあいいや。はい、まあ難しいですよね。恋愛は人それぞれしましょう。はい。ね、形式に縛られなくていいと思うね。人それぞれの形式でいいやん。自分の好きなように生きればいいんだ。自分の人生なんだからね、自分がそう思う好きなやり方で生きればいいんだ。何も人のね、言うこと聞いて生きる必要ないんだから。はい。うさうささんから質問。柴田の動画見た？見てないです。はい、あの YouTube も開いてないです。最近ここ 2,3 日間ぐらい体調悪くてゴロゴロしながら携帯いじっとったんやけど、まあ、Twitter とTikTok をちょっといじっとったぐらいで、うん、YouTube は見てないけど、あの柴田なんか言ってそうなサムネが Twitter では回ってきた、うん、けどなんて言おうか大体想像できるし、別に、うん、なんかわからん、その面白いこと言った、面白いこと言ったならかまってあげようかな、また面白くないこと言っとったらかまってあげないかな、うん、柴田動画結構当たり外れあるんだよな。俺結構昔は好きやったけど、昔は割と当たりが多かったけど、最近はね、とりあえず言っとけ感が、構成が芸術的じゃないなんか、うん、はい、あれ髪切った、だいぶ前に切ったよ、うん、この髪の毛変な K-POP みたいになってしまったけど、ちょっとで、これみんなに言いたい。社長ロン毛がいい、ロン毛がいいって言ってね、ちょっと短くなってロン毛ファンみたいな人ががっかりしちゃったけど、あのイメチェンに最近ハマったわけ。今年1年間をちょっといろいろとイメチェンしてみたいなって思っとったわけよ。だって8年間ずっと同じ髪の毛でずっと長くロン毛であったっちゃけん、8年間レペゼン始まってずっとで、ね、そういうことやりよったわけやけん、ちょっとね、8年分のたまっとったちょっとこういう髪型してみるとか、グラサンしてみるとか、こういうニット帽かぶれば、どうせ俺飽きるっちゃけん、もう飽きてきとっちゃけん、正直ね。あと1ヶ月続いて1ヶ月ぐらいしかないっちゃけん、この1ヶ月ぐらいはこういうなんかこういうことやってみようかなと思います。はい、人生で1回もないよりかは1回2回ぐらいこういうことやってもいいかなと思っております。はい、